丸のところをタッチして、これをこっちに寄るんです。やばくないですか。丸を押して、はい、テンション上がる。もうこれだけでテンション上がる。ビヤーってやると、わー !3D もありますね。気持ち悪い。こんにちは、アミティ先生です。今日はフィグジャムっていう無限キャンバスのアプリを紹介します。フィグマっていうウェブサイトを作るソフトがあるんですけれども、それが出してる無限キャンバスのアプリですね。で、このフィグジャムがめちゃくちゃ良くてですね、UI とかも良ければ、あとテンプレがたくさんあったりとか、あと画像をきれいに並べてくれたりとか、あとはコラボレーション機能っていうのもあって、複数の人が一つのキャンバスに書き込める共有機能とかもあったりします。Apple 純正のフリーボードっていう無限キャンバスのアプリがあるんですけど、私はそれよりもこれが好きっていう感じです。で、今日はですね、まずは基本の操作、基本の機能だけをざっくりと紹介していきます。で、また別の動画で応用編とかもやっていくので、初心者の人はですね、ぜひ今日の動画最後まで見てみてください。はい、じゃあまず Figma のアプリですね。これ無料でダウンロードできるのでダウンロードしてください。で、開く押して、最初こんな画面なんですけど、Figjam のこのボードがですね、ここです。これ押します。そしたらここに無限キャンバスの画面が出てきます。で、簡単でここがツールパネルですね。めちゃくちゃシンプルなんですけど、ここの中にですね、いろいろ隠されてます。まずこのペンですね。ペン押したらここに色が自由に変えられたりとか、線の太さ。線の太さがね、細いと太いしかないんですけども、はい、2つの中から選べます。こんな感じで落書きがいっぱいできますね。もうひたすら無限キャンバスなので、ずーっと書き続けることができます。で、サイズ小さくするときはこれです。これ矢印マークなんですけど、スライドすると一気に選択することができます。で、ここでサイズ変更だったりとか、あとは線の太さですね。これ線の太さ後から細くしたり太くしたり、あとは色も変えることができます。あとはコピペです。これ複製したい時なんですけど、ここに複製ボタンがあります。で、これでもいいんですけど、選択して、ここがコピペですね。コピー。で、ペースト。押すと、もう一個同じのが出てきます。はい。で、次、ハイライトです。ハイライトは、まあ、普通のアプリと一緒ですね。こんな感じで。線の、黒い線の向こう側に色を塗ることができます。で、このハイライトのデメリットなんですけど、色がですね、選べません。たくさんの中から。ここに出てるやつだけなので、ちょっとそれがやりにくいというか、バリエーションが少ないかなと思います。あとは、太さがですね、これ以上細くならないんですね。なので、ちょっと綺麗に塗れないかもしれない。まあこれはちょっとお絵描きアプリっていうよりかは、線の上からね、こうやって線引いて目立たせるためっていう感じだと思います。で、あとは消しゴム。消しゴムもちょっとですね、難儀で、全部消すモードしかないですね。一部だけ、なぞったところだけ消すっていうのができなくてですね、はい、消しゴムはなぞったところ全部が消えてしまいます。これね、ちょっと発展途上ではあると思うんですけど、多分時期に改良していくんだろうなとは思います。はい、次、シール。シールはね、可愛いんですよ。これね、シールこうやってやったら、ここにめちゃくちゃカラフルなシールがたくさんあって、もうこれ、好きなシール使い放題。で、面白いのはですね、これ自分で自分のイラストからシール作れるんですよ。この一番下のプラスボタン、これ押して、写真ライブラリ。この中から、じゃあ、これでいこうかな。あ、これでいこう。はい。私の NFT のアイコンですね。見てください、これ。めちゃくちゃ可愛くないですか？こんな感じで、写真からでもいける。写真、アミティの写真。はい、アミティの写真をやると、こんな感じでこう、連チャンになりますね。はい。なので、シールもここで好きなカスタマイズができます。次、図形いきます。この図形マーク。図形もね、たくさんあるんですよ。四角だったりとか、あと、丸、丸。こういうなんか、こういうのもありますね。これは円柱形？あとはこういうなんかボックスみたいなのも出てきますね。これ色変えたらホルダーみたいになりますね。はい、こんな感じで図形がたくさん出てくるんですけど、この図形のですね、面白いところがですね、まずまあ色はここで好きなように変えれます。で、これ図形後からでも変えれます。あと縁ですね。この縁マークも好きなように変えれると。で、ここにね、なんかちっちゃいチョボみたいなのがついてるんですけど、これを押すと、
こっち側にですね1個同じものが追加されます。これをですね動かすと分かります？この矢印がくっついていて、これとこれは連動しているんです。こっちを押すと、はい、こっちに付箋がまた来ましたね。これまあ何かっていうと、こういうアイデアボードみたいな感じですね。あとはプロセスとかを作りたいときに、ステップ1これ、2、3、4みたいな感じで作れるんですよ。で、できるので、まあこの上から文字を書いていくと分かりやすい図になるっていうような感じです。はい、次私の大好きな機能、画像の貼り付けやっていきたいと思います。まず写真アプリを横に立ち上げます。で、好きな画像をポチ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 と複数入れます。はい、ちょっと大きく貼り付きましたね。ちょっとこっち寄せます。で、貼り付けた時はこんな感じでバラバラで貼り付けられてるんですけど、これ複数選択します。複数選択はここの矢印持った状態、複数選択します。で、ここ点点点がたくさん並んでるやつ、これをですねポチって押すと、はい、綺麗に並んでくれます。で、ちょっとズームするとね、ここに丸とかこう線、ちっちゃい線があるんですけど、ここをスーッとするとこの間の間隔を綺麗に調整してくれてるんですよ。この複数選択した部分の感覚ですね。これすごくないですか？やばくないですか？これね、他のアプリにない唯一の、もうさすがなんかウェブサイトを作るアプリだけあるなと思うんですけど、まあ、こんな感じで綺麗に画像を配置してくれます。ちょっと横に並べましょう。横に並べます。複数選択します。はい、スライドですね。で、並べ替えいきましょう。今これね、並び順バラバラなんですよ。これをステップごとに並べ替えたいという時は、全部選択しました。で、この丸のところをタッチして、これをこっちにやるんです。やばくないですか？見ました？丸を押して、はい、もうやばい、テンション上がる。もうこれだけでテンション上がる。いやー、はーい、どうですか？すごくない？もう一気に簡単に並べられるんですよ。もうこれがね、私の大好きな、やっぱクリエイターはこういうのね好きだと思うんですけど、ぜひ画像をたくさん扱う人はこの機能を使ってほしいです。で、面白いのがここにですね、スタンプっていうのがあるんですよ。スタンプ、はい。で、これでこうハートとかいろいろありますね。ハートを押します。で、ポチってやると、はい、これラブ、ラブで、他にもグッドとかなんか星とかいろいろあるんですけど、これギュって長押しするとどんどん大きくなっていく。見えますか？ポチ。まあ、これ何かっていうとですね、共有機能があるんですけど、共有機能はここですね。共有かな、ここかな。で、共有した時にみんながここのキャンバスに集まるんですよ。で、どれがいいですかみたいな感じで選びたい時に、これ、これ、これみたいな感じで自分が好きなところにこうスタンプを押せるんですよね。そしたら、まあ誰がこのスタンプを押したかとかもわかるから、集計が取れるわけです。ほんと可愛くて、あとはスタンプじゃなくて絵文字もあるのね。絵文字はこうやってやったらなんか出てくるんだけど、ビヤーってやると、うわー可愛くない？わーってこう、はい、スタンプがこうブームします。ファイヤーとかもありますね。これは残らない、1個しか残らないですね。はい、こんな感じでたくさん入りました。で、ここからまたすごい機能を紹介します。選択範囲をエクスポートっていう機能なんですけど、まずこの複数選択ですね、これで全部選択します。で、ここに出てくるポップアップの中から選択内容をエクスポートっていうこのマークがあるので、これを押してください。で、これでピングで大丈夫ですね。エクスポート押します。で、画像保存押します。そうするとですね、ここの選択したエリアのところが写真アプリに保存されてるんです。すごくないですか？
つまりはどういうことかというと、このイラストとかも選択したところだけを保存できるし、このチャートみたいなのも選択してそこだけを保存することができるんです。まあちょっとしたバナーとかだったらイラストも描けるし、ここにテキストとかもあるので、まあ写真に、テキスト載せて保存する、そこの選択範囲を指定して保存するみたいなこともできるので、めちゃくちゃ使えます。もうこの機能が私は大好き。選択範囲をエクスポートと画像の並べ替えですね。次、ウィジェットだったりとかテンプレート、あとさっきのステッカーとかも紹介します。このプラスボタンを押すといろいろ出てくるんですけど、テーブル、まずテーブルいきましょう。テーブル押すとこんな感じのこのマス目が出てきます。すごい、これ最高すぎる。色変えれます。で、文字もね、文字も入れれます。でテキストでもいいですし、私はこの、ペンですね。ペンで手書き文字で書くのもおすすめです。まあ、iPad らしいというかね、この方が使いやすいっていう人もいるので、手書き文字で書きたい人は、もうこの上からね、また色をつけたり、線を書いたりすることができます。次、コネクタ。コネクタは、はい、この線ですね。線を各オブジェクトに後付けできるっていう感じです。よいしょ。これこっちに持っていく。あ、いけますね。こんな感じで。たくさんの線をつけたい人はポチッと。いいですね、こういうの素晴らしい。次、その他です。これ最後なんですけど、このその他がすごい。全然その他じゃないんですよ。はい、これは何かっていうと、さっきステッカー使ったやつよりもっともっとたくさんのステッカーがここに眠っています。例えばこんな感じの可愛らしい、はい、チアーズのステッカー、すごいクオリティのステッカーがここに眠っています。で、これ自由に使えるんですよ。全部無料ですよ。めちゃくちゃすごいですよね。で、あとは 3D もありますね。気持ち悪い。何これ、すごいね。めちゃくちゃ立体的、気持ち悪い。こういうのね、子供喜びそう。はい、ちょっとプクプクのステッカーとかもあります。はい、でこれスタンプね。あとテンプレート、ウィジェットっていうのがあります。で、テンプレートはプランニングでいきましょうか。スプリントプランニング、ほい。そうすると、これわかりますか。これね、プランニングボードのテンプレートなんです。もうこれあらかじめ作られていて、ちょっと英語だけなんですけど、プロジェクト1、タスク1、タスク2みたいな感じで、トゥードゥーとかね、あとはユーザージャーニーマッピング、はい、こういうのもありますね。もうちょっとどうやって使っていいか私にもわからないんですけど、まあ、こうムードですね。絵文字が自由に使えますよっていう感じでしょうね。まあ、こんな感じで、ボードっていうのがあらかじめ用意されていて、これを自由に使うことができます。あとは、あ、これいいですね。これフレームだと思う。画像のフレームがここにあって、じゃあなんか入れてみましょうか。 iPad Made Kids の先生たちの写真ですね。この中に入れれるってことかな。こういうことかな。はい、こんな感じかな。はい、これでさっきの選択とエクスポート、これしたら、まあ、ここの画像が保存されるので、まあ、そういう使い方とかもできるって感じですね。で、プラグインっていうのがあるんですけど、これは PC だけなので iPad では使えないです。で、まあ、こんな感じがフィグジャムの使い方なんですけれども、さっき言ったようにこの PC っていうのがあって、 PC 版だともっともっとたくさん使えて、 Figma と FigJam で、まあ、行き来しながらデザインを作られたりするんですね。まあ、ちょっと Figma ね、最初は難しいかもしれないんですけど、ぜひチャレンジしたい人は、Figma もチャレンジしてみてください。私もめちゃくちゃ Figma 使ってるので、で、まあ、その中で FigJam を見つけて、もう今は私、この FigJam を愛してやまない。もうずっとずっと使ってるっていう感じになります。はい、なので、もう激推しだったので、今日は皆さんに紹介したいなと思って紹介させていただきました。で、また応用編ね、この FigJam を使って、実際に私がどういうことをしてるのかっていうのも紹介していきたいと思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。